高校部活生メッセージ2023は、2年前に県立高校の運動部に所属していた生徒が顧問からの叱責を苦に自殺した問題を受け、推薦や応募で集まった県立高校7校22人の生徒が部活動の課題や悩みを去年12月から話し合ってまとめたものです。今日、うるま市の前原高校で開かれた報告会では、メッセージの検討に携わった生徒2人がハラスメントのない指導をしてほしいなど部活の変革を求める提言を発表しました。部活動のハラスメントというのはどうやってもなくならないような感じの難しい議題だったんですけど、前校生からどんどん良くなってほしいなという思いを持ってみんなに発表しました。これからもみんなが過ごしやすい、意見も出しやすいで、監督も指導しやすいっていうような部活動に変わっていってほしいです。報告会に参加した生徒らはメッセージを聞きながら、改めてハラスメントの根絶や部活仲間への思いなど考えを深めている様子でした。